初めてタトゥーを彫っているところを見て、まあ、大概の人って入れたいと思うんですけど、自分は彫りたいってそこで思って彫り師になろうと思いました。誰かなと思ってドアを開けたので、そしたらスーツ着た刑事の方がいたので、まあ5人ぐらい、免許持ってませんよね、じゃあ医師法違反ですよっていう風に切り替えられたわけで、普段仕事で使っているものとかを押収されて警察へ行って調書を取った。僕自身はもうその納得いかなく認めたくなかったんで、今の裁判で戦うってことを決めましたけど、はい、市内の方の大きいショップが摘発されたり、先輩の誰々さんのところにも摘発が入ったよって言って、あ、じゃあうちもやっぱ来そうやなっていう覚悟をしたんですけど、7人ぐらいの警察官が来て、もしこれで堀氏が摘発されるようなことがあるんやったら、僕らは考えますと、運動を起こさないといけないかもしれない。まあ、僕も危機感を覚えてて、大阪の堀氏さんとちょっとみんなで集まろうよっていう話になって、大輝くんと出会ってどうするってなった時に、大輝くんは戦いますと、じゃあ俺もとことん付き合うよってなって、みんなが集まってもうやろうよと。自分とは違う価値観っていうのは、価値観として一つの価値観として、まあ、俺はやらないけど別にそれはそれでいいんじゃないっていうぐらいにはみんなが思えるような世の中にしとかないと、もう日本ってすごく住みにくい国になってしまうやろうなって。世界もうどのコンベンション行っても、日本伝統入れ墨である程度 の画力と技術がある人間はみんなリスペクトされるんですね。でそういったものがどん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 薄くなっていっちゃうとか、先細りになっちゃうっていうのは、絶対そうはしたくないなっていうか、やっぱり日本人って誰かがやってくれるであろうっても思ってる人が多分多いと思うんですよね。でも率先して変えていきたいっていうことがあるんであれば、自分たちが行動を起こしてアクションを起こしてやっていかないと何も変わらないんですよ。変えれることができるんですよ。